NF タイプの方に入っていきたいなと思っております。アイデアリストルールバリエーションズというところで、この抽象的協力者とカーシーが名付けた、はい、この人たち NF タイプですね、はプラトンの理想主義者、アリストテレスが言うところの倫理主義者、ガレノスの言うコレリック体質の人、マイヤーズの言うところの内向的感覚型、内向的感覚型って言ってるんですね NF タイプ、ちょっと訳が違うかもしれません、はい、は他のタイプと同様にキャラクターの特徴が密接に結びついた性格を持っていますと。母なる自然は理想主義者が自分の性格を構成する特徴を選び取ることを他のタイプ以上に許可していませんと。もし環境があるこの特徴を発達させることを可能にすれば、それは必ず彼らの気質によって決定づけられたものに過ぎませんと。まあ決まってるってことですね。はい、はい、4つの気質のそれぞれを態度と行動が一体となった、単一の構成体と考えることはとても有効ですと。なのでこの具体的な言葉、はい、抽象的な言葉、うん、あとは、協力的なのか功利主義的なのか、はいはい、でこれが組み合わさった4つのタイプ、うん、でこの NF タイプ今出ている4つのタイプですね、はい、これはスケジューリング型の内向的感覚は人間発達のメンターとして指導的役割に引きつけられるが、他の一部探索的内向的感覚は調和対人の提唱者としての情報提供役割を好みますと。なんで今上と下の説明ですね、はい、この2つの分裂はさらに、メンターや教師、カウンセラー、チャンピオン、ヒーラーみたいな感じで役割が分かれていきますと、うん、なんでこの人たちは母なる自然は理想主義者が自分の性格を構成する他の特徴を選び取ることを他のタイプ以上に許可しないと、うん、なんでなんて言うんでしょう、この理想主義者の人たちは、はい、なんか他の人たち、他のタイプの人たちは、うん、なんか他のタイプみたいなのも、うん、なんかまあなんて言うんでしょう、自分の中にあるみたいなのを受け入れているが、なんかこの人は、うん、そこじゃないと、はい、それは間違いとは言わないにしてもっていうぐらいの苛烈さを持ってるんでしょうねっていう理解を得ました。まあ、二等辺もいますよね。それあるかもしれないけど根本はここでしょみたいなっていうのを誰よりも譲ってない気はしています、はいはい、しこの NT の人たちを上に見つつも仰ぎ見つつも、はい、素晴らしい論理だねって、はい、仰ぎ見つつも、うん、どこかで論理に縛られたやつ、はい、みたいな見方をしてるかもしれません、はいはい、これはちょっと三島に影響されてるかもしれません、はいはい、というところで今日はまずこの ENFJ、 これって表って言いますよね、グラフっていう表っていう、まあ 表、 はい、表で言うところの外交の人たちで、それが指導者助言者としてこの人の発達課題に興味を持ち、さらにこの外交型である、はい、教師だとティーチャーだと、はい、学ばせるんだみたいな人ですね、うん、ザ・ティーチャー ENFJ ですと。この学習はその場所から呼び出され、このスペースから呼び出され導き出されなければならないと。あるいは教育という言葉が示唆するように、教育的スキルを持つ個人によって引き出されなければならない。他のどの理想主義者タイプよりも ENFJ は生まれながらの教師で、周囲の人々に影響を与える不思議な能力を持ちながら決してそうしているようには見えませんと。これらの教師タイプの子供でさえ話を聞いたり遊びに従ったりする近所の子供たちの群れを引きつけることがありますと。大人になったこの ENFJ ザ・ティーチャーはグループ学習における素晴らしいリーダーで、他のどのタイプよりも学習者、学習する人の可能性を引き出すことができますと。
このプラトンの理想主義者、アリストテレスの倫理主義者の亜種、変種として ENFJ はほとんどの点で他の理想主義者タイプと同様に、彼らはコミュニケーションにおいて抽象的で、目標の実現において協調的であると、はい、人文科学について学びたいと考え、モラルに注目し、人事部門と協調して働く、うん、方向性としては利他的で信頼しやすく、神秘主義的で道筋に従い明日を見据える、うん、共感的で事前的で真に正しい神聖であるとみなされることに自己イメージを基づかせた人たちですと、うん、彼らはしばしば熱狂的で直感を信頼し、ロマンスを求め、アイデンティティを探し、称賛を価値あるものとし、賢者の知恵を思考します。そんな人たちで、このザ・ティーチャー、教師は周囲の人々に大変高い期待を持ち、その熱意が他者の行動と期待に応えることへの欲求をかきたてます。 ENFJ 人口の約 2% は、人々が自分の期待に合致することを当然のこととして考え、人々が彼らの暗黙の命令に従うことを断言する魅力的な特徴を持っています。そしてほとんどの場合その通りになる。なぜならこのタイプは非凡なカリスマ性を持っているからですと。この辺はちょっと前つばですよね。言う通りになるとかって思ってる、まあそうさせようとする。ああなるほど、うん、それならわかります。はい、はい、まあそれが当たり前かのようにやるってことですよね。ああでもそこまで自信満々にやられれば、うん、信じちゃう人もいれば、うん、まあ、俺の周りはそういう風だって思うのも、うん、はい、でまあなんか SJ のようにやれみたいな感じじゃなくてってことじゃないですか。巧妙にね、もうやるのが当たり前なんだよっていうのをこう教えていくというか伝えていくというか。でもそれは彼らの中の、はい、SJ は一応ルールがあるじゃないですか、はい、明文化されるじゃないですか、はいはいはい、この NF の場合は多分それに違いますよね、うん、なんか性善説に基づいているような気がしてます。まあそういう感じじゃないですか、もうそれが当たり前、いいは分かるだろうみたいないいことは分かるよねって、はい、察することできるよねって、うん、じゃあやれよって、君が思ういいをやれよってはい、すいません違うかもしれませんでこのティーチャーはこうした、このティーチャーを外交的なメンターっていう言い方してるんですけど、外交的なメンターは仕事と社会的関わりを事前に調整し、これらのコミットメントを果たすことに絶対的に信頼感が置けますと。しかしあまり事前計画なしに大量のデータをふるい分ける必要がある複雑な状況でも彼らはストレスなく対処できますと。経験豊富な ENFJ のグループリーダーはグループが従事できる活動やメンバーが演じることができる刺激的な役割をどんどんと楽に考え出すことができますと。生徒やフォロワーから反応に触発された一部の教師にとって、これは他のタイプが真似するのが難しい種類の天才性を生むことがありますと。岡田敏夫さんだ、この人が NF は ENFJ、はい、なんか妙なこの言葉の説得感と予知の能力、はい、うん、まあ、あれはなんか SF を読んだからできてるみたいなことを自分でおっしゃってますけど、はい、まあ、それが中にある、自分の中にある、中にもあるんだろうなって、中にあるからかもしれないですよね。なあ、なるほど、 SF 見てそれが形になったみたいな形で、自分の中でもまたそれが、はい、でちょうど今読んでる、はい、プチクリっていう本にも出てくるんですけど、はい、いや僕は人の能力を見分けるのがとても得意だと、はい、僕はっていうのは岡田敏夫さんが、岡田敏夫、はい、うん、なんかそのガイナックス作って、はい、庵野さんとか、はいはい、山賀さんとか、うん、このもう今アニメを支えてる人たちを、はい、見出していくわけじゃないですか、はい、多分あれ岡田さんがいなければできてないんですね、はい、
で彼らもそれを当時は全くやったことなかった素人だと、はい、でもなんかそのプチクリット本に書いてあるのは僕にはそれが分かったと、はい、彼らがどんな能力を持っていて、はい、こう言えばやってくれる、うん、でなんか僕の職業でも岡田斗司夫さんの職業でも、はい、1時間1万円で悩みを聞くみたいなのをやってたことがあって、はい、それは好評だったみたいなのを話していてですね、うんうん、それが ENFJ かって思うと同時に、はい、僕は ENFJ じゃないって、はいはい、いじける結果になりましたね、はいはい、で多くご自身が ENFJ だって思ってる人も、はい、俺そんなんじゃねえよってなっちゃいますよね、はい、これなっちゃうかもしれない。 NT の人もよく言うじゃないですか、 INTP とか、あーなるほど、アインシュタインとか出てきて俺あんなんじゃねえよみたいな。でも、はい、彼らが言うのは、はい、その自分の中には、はい、この考えたいっていう、はい、論理的に考えたいっていうのがもともと備わってるっていうじゃないですか、はい、備わってるのと知能は別って話ですよね。あなるほど、はい、読む能力が僕もあると思ってるけど、はい、別ってことですね、ま、タイプは能力ではないって言うじゃないですか、傾向であると、はい、この考え方の傾向みたいな、まあ、趣味こうどういうふうに考えるか傾向、ただの傾向みたいなところですよね。深く考えたいと思ってるけど考えられない人もいるかもしれないし、考えてないけど考える人もいるかもしれないし。でこの ENFJ さん、このような計画なしに指導できる能力はある程度 ESFJ の提供者、あの要はトークホストみたいな、うんうん、ホストホステスと言われてた ESFJ の提供者タイプの SJ タイプガーディアンを思い起こさせるが、 ESFJ さんはグループのリーダーというよりも司会の役割を果たすことが多いと。 ESFJ は生まれながらのホストで各ゲストがよく世話をされていること、または伝統的な社交の場で適切なもてなしが表現されていることを確認しますと。同様に ENFJ も調和的な人間関係を重視し、魅力と思いやりを持って人々と付き合い、通常どこにいても人気者であると。しかしこの ENFJ は社交的リーダーよりも教育的リーダーであり、第一に個人の成長と発達に関心がありますと。導きたいって感じですね。ESFJ はちょっとこう役割的にこうこの人こうやってしたら、そうそう、そしたらこの場がうまくいくかなみたいな、明るく、俺そっちかな、やっぱり分かんないです、ちょっと待ちましょうか、はい、これは ENFP を。そしてこのティーチャーズ、教師は人を優先し自然に思いやりと関心と他者と関わる意思を伝えますと。その結果人々はしばしば養育とサポートを求めて教師のもとに赴き、教師、この ENFJ はそれを提供すると。周囲の人々、部下、同僚、学生などの問題に真摯な関心を示しますと。しかしこれらの問題に過度に関与してしまい、欲求が非合理的になっても身を引くことができなくなってくることがあると。実際時には他者の個人的ニーズが ENFJ を圧倒し、感情的に過度に負担をかけられ、他者の感情についての責任を家族に重荷をかけるほど感じてしまうことがあると。あるいは時間やエネルギー的に利用できないために他の関係を手放せなければならない場合、コミットメントの実情に比べて釣り合いの取れない罪悪感を ENFJ は経験しますと。カウンセラーに向いてるようで向かないって言いますよね。役に立てないとってことですよね。違うんですかね。あと過度に心配しすぎる、はいはい、で切れない、はい、でその罪悪感が、うん、そんな感じなくていいのに、はい、それも分かる気はするんですけどね。はい、この教師ティーチャーズは他者の特徴、感情、信念を自分のうちに取り込む共感的内面化の能力が非常に高く発達しています。つまり無意識のうちに他者を真似する程度にまで発達しています。しかし
この異例な共感能力は他者と過剰に一体化し、自分の問題のように他者の負担を取り込んでしまう危険性をはらんでいます。実際に自分のアイデンティティを危機にさらすことさえあります。 ENFJ は個人的な人間関係を理想化しがちで、人間の本性の現実を支えることが稀にしかできない高みにそれを引き上げがちであると。この関係への自分の理想を投影する傾向のために、意図せず友人や愛する人を圧倒してしまうことがあると。重いって話ですね、うん、相手は自分がそのような高邁な自己概念を生きられるとは思っておらず、教師は支援者であって批評家ではないことを知りませんと、まあ、正しくそれを判断できてないって話ですね、まあ、それを信じていて応援する、まあ、応援すればできると思っている。そうで、みんなそれをやるべきだと思ってて、みんなそれをやりたいと思ってるみたいな。人間みんな成人であると、うん、もっとみんな上を目指したいと思ってんだろうってそれはうざいですよ鼻くそもほじりたいですもんね、はい、教師にとって幅広い職業が成功をもたらす可能性がある一方で、理想への思いはしばしばキャリアにまで及び、些細な落ち着きのなさを引き起こすことがあります。言語表現に長けており、特に対面での対人関係の場面で並外れた貢献ができます。メディアや宗教界には多くの ENFJ の才能があります。優れたセラピスト、教育者、一時医療提供者にもなれます。対人的な才能を活かせない職業、会計、法律事務、軍隊は避けるべきだが、ほぼ全ての人と持続的な個人的接触を伴う活動において外交的な才能を発揮しますと。なるほど、はい、教師はコミュニケーションを当然のことと考え、自分が本能的に理解されると信じ、コミュニケーションが自然に受け入れられると想定しています。自分自身が他者を受け入れるように、他者も自分と同じだと想定しています。自分の立場や信念が理解されたり受け入れられなかったりした時、驚き混乱し時に傷つくことがあります。幸いにも ENFJ は言語の驚くべき流暢さを備えているので、特に口頭でのコミュニケーションではこれが高頻度で起こることはありません。そのためグループで影響力があり、グループの規模にかかわらず積極的に発言することを彼らはためらいませんと。アウトゴーイングな性格で、いいですね、このアウトゴーイングな性格っていうのは、はい、アウトゴーイングな性格で、おそらく全てのタイプの中で最も表現力が豊かな ENFJ は感情を伝えることをためらいませんと。夜間の蓋がガタガタ音を立てて湯気を上げるように、ネガティブな感情も口走ることがあります。一方でポジティブな感情は劇的、あるいは歌舞伎風の華麗さを込めて言葉にできます。教師は練習によって聴衆を魅了する雄弁家になれるのですと。こうした ENFJ にとっては直感に従うことが得策です。なぜなら直感力が発達しているからです。一方、意思決定における論理の使い方は必ずしも適切でなく、合理的な人と相談することが時には賢明でしょう。しかし個人および対人関係の洞察力という枠組みにおいては並外れています。疑いなく自分の内面がどうなっているのかを知っており、驚くほど正確さで他人を読み取れるのです。大抵の場合、他人の意図を誤って読むことはありません。あ、僕 ENFJ じゃないや絶対ちゃうわ。もう分かんないですよ。ないない。そうやって言われるとそうなるわけじゃないですか。これはないわこの教師 ENFJ は最も親しい関係における相互協力を高く評価しているため、優れた配慮やパートナーとなります。愛する人との調和を促進することに努力を惜しみません。時間やエネルギーを惜しみなく提供し、パ
パートナーが幸せであることを確認します。実際家庭生活がうまくいかないとき ENFJ は個人的に責任を感じます。残念ながらこの検診はしばしば完璧な関係への夢と併存しているのです。これは全てのアイデアリストの特徴ですが、特にこの ENFJ 教師に強く現れます。この辺ちょっとわかります理想のパートナーへの憧れは時に落ち着きなさを招き、すでに持っているパートナーに対する漠然とした不満を引き起こすことさえあります。親としては子供たちに深く献身的ですが支配的ではありません。反対に非常に愛情深く養育しており、欲求の多い子供に利用されてしまうほどですと。その辺もちょっとわかります。はい。